皆さんこんにちは、みずきあおのウェイクヘアレンジ動画です。イエーイイエーイ。今日はこの伸びてきた前髪かき上げにしたーいという方はすごい多いと思うんですけど、今日はこの伸びてきた前髪のかき上げ方法をしていこうと思います。ちなみにいるものはこちらの2点だけです。はい。で、これがこの前紹介したオーサムストアの590円のコテです。そしてこちらはケープのナチュラル&キープです。今回はこちらの2点でかき上げ方法をしていこうと思います。それではどうぞ。はい、それではやっていきます。まず前髪はこんな風に巻いた状態でもできるので、巻いている方も巻いてない方も大丈夫です。まあこうやってね、前髪をねいつも通りに整えるじゃないですか。毛先をくるん、毛先をくるん、はい。で、あ、いけるやんこの前髪って思うかもしれないんですけど、なんか今日この前髪じゃないっていう時に、このままこのまま髪の毛を後ろから持ってきて分けます。髪の毛を分けます。こんな感じで、はい。で、こうやって分けてもらったら、ちょっとここが不安ってなってるやん。だからそれも使えるんですよ。これがなってなくて、下んってなってる方もなってる方でいいと思うし、前髪を巻いた場合でも全然できるので安心してください。で、こんな風に、こういつもはセンター分けの方も少しずらして、分け目を変えてください。で、こんな風に分けたら、このオーサムストアの590円のアイロンで根元を、この根元を取って挟んでキュッと内に入れる、はい。ちなみに今回これを使うことによってすごい小回りが効くのでおすすめなんですよ。普通のアイロンとかだとちょっと分厚くて、あのここがボワーってなりがちやねんけど、これやとこんな風にもう細いし小さいので、一番前髪に適してるアイロンじゃないかなって思います。で、まあどんどんこんな風にちょっと根元の方をくるっとやります。はい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 。で、今こんな感じですよね。で、もうあとはここにケープをするだけ。最初はいきなり振るんじゃなくて、少し手に取ってこんな風になじませます。はい。で、ちょっとこの辺とかもね、前髪ね短い方とかもこの辺ピョンって生えてくるんで、しっかりね分けていてください。で、あとはもう一度少し持ち上げて振る、はいはいはい。これで完成です。あとはこれで、まあ、このままやとちょっとなんかあれなんで巻いていくんですけど、少し髪の毛を取ってこれを外に巻きます。こんな風にね、アイロンでね、全然巻けるんですよ。で、結構このアイロンは細かいので、巻いたらすぐに研ぐようにしてください。こう伸ばすイメージで。するともうすでにこんな感じで、カールっぽいのができちゃう。で、こっちも同じように、この前髪を意識しながら外に外に、こっちやね、こんな感じで巻いたらすぐに解く。で、またその後ろとかも巻いていきます。ちなみにちょっと巻くのどうやってやってんのって思う方もおると思うんですけど、巻くのは髪の毛を持って挟んで、ただ巻きながら下にちょっとずつずらしていってます。で、離す。そしてすぐにストレート、はい。そうやらね、こんな感じで巻けるんで、で、あとはそれを何個も何個も繰り返して巻いていきます。すると、こんな感じのかき上げのちょっと大人なヘアの完成です。エンディングはリップを塗ってさらに大人感を出したいと思います。はい、ということでリップも塗って大人感の完成です。
はい、このねアイロンとケープの2点だけでこんな風なもう髪型というかもうヘアセット、かき上げだけだったんですけど、この横とかもやるとすぐ大人っぽくもなるんで、ぜひ皆さんもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。